まだ行かないの？
こいつはどうだ？寝坊するところだったぜ。おはよう。ドア、どうしたんだその格好。どうかな。私たち全員夏服に着替えたんだ。遊びに来てるわけじゃないけど、せっかくの夏の海だし楽しまないともったいないでしょ。変だろうか、こんなひらひらとした夏服
やはり私には合わない気が。すまない。そうか。ありがとう、旅人。けど、前団長がわざわざ夏服を用意してるなんて、意外だな。違うよ。お姉ちゃんが自分で用意したんじゃなくて、私とリサさんが選んだの。あっさりお姉ちゃんって呼んでるし、それに全然気づいてない。バーバラ、すっかり夏の海に浮かれてるな。この夏服だが、私も予想外だったよ。実はリサがくれた袋に入っていたんだ。窮地を切り抜ける道具が入っていると思ったら、まさか夏服が入っているとはな。アクセサリーまで入ってたのか。さすがリサさん。騎士団のみんなはこうまでして私を休ませたいということか。私は自分を追い込みすぎているのかもな。みんなこっち来て。ん？クレイが呼んでいるみたいだ。変なものを発見したよ。なんだ変なものって。ほら、海を見て。変なものが浮いてる。何やら細長い装置のようだ。見たところ不評みたいだが。昨日海を渡った時はあんな装置なかったよね。きっとドド大魔王の仕業だよ。一夜にして現れた変な装置、怪しいな。ずっとドド大魔王が出てこないのはクレイを認めてないから。それともクレイが見つけるのを待ってる。突然海に現れた不評か。何か意味があるのかな。そうだな、浜辺からずっと見てても出しようもないし。大丈夫かな。ああ、確認した方がいいだろう。海で何が待ち構えているかは謎だ。念のため戦闘の準備をしておいてくれ。準備が整ったら私のところに。船で近づこう。褒めすぎだ。やるべきことをやっているまでのこと。では準備ができたら声をかけてくれ。私にできることは。どう？この格好かわいいかな。このために海と島に合うような格好を選んでみたんだ。みんなへのサプライズだよ。あ、でも心配しないで。たとえ夏服でもバーバラは頼もしい仲間に変わりはないから。私にできることは。そうそう、私も気になってたんだ。ここの海って本当に綺麗だよね。海、そして照りつける太陽、まさに理想的な夏って感じだよね。海に向かってステージを用意して、そこでコンサートをしたらきっとお客さんも喜んでくれるだろうな。あの風評は一体何を意味しているのだろうか。ああ、夏服はそのリサのサプライズだったようだ。それにバーバラも一枚噛んでいたみたいだな。バーバラに言われたんだ。せっかく島に来たんだし、目の前に海があるんだから夏服を着た方が雰囲気が出ると。それにしてもやはり慣れない。はあ、おかしくなければいいのだが。あの不評は一体何を意味しているのだろうか。この群島は世界から切り離されているみたいだ。まるで自然が作り出した秘境だな。ここまで来れたのは手紙のヒントとウェンティがトワリンを呼んで助けてくれたからだ。しかしことがうまく運びすぎていてやや不安になる。だが私がここにいるのはみんなを守るためだから安心してくれ。何があろうとも私が共にいる。
のはボンボン爆弾とドドコ、そしてクレイ。クレイ夏好きだよ。でも夏だけじゃなくて秋も好き。あと春と冬も好き。冬は寒いけどクレイにはボンボン爆弾があるから、寒かったらドカンすればいいな。持っていくのはボンボン爆弾とドドコ、そしてクレイ。海のあれは絶対ドド大魔王が置いたんだよ。悪者だからね。でもクレイは勇敢に立ち向かうよ。ドドコのために頑張る。英雄騎士のお姉ちゃん、いつもクレイを助けてくれてありがとう。準備はいいか？ではみんな、私と一緒に海へ出よう。ここ一帯が揺れ始める前に何やら装置が起動するような音が聞こえた。この海の下に巨大な装置があるのかもしれない。おそらくこの島々はその装置の上にあり、装置を起動したことによって持ち上げられたんだろう。まるで奇跡みたい。もしかして風神バルバドス様の見業？それは違うんじゃないか。他の誰かが意図的に仕掛けたんだと思うぞ。どう考えても妙だ。手紙で私たちをおびき寄せ、このような装置を使って試してくるなど、ドド大魔王、ただものではない。はあ、せっかく夏のリゾートっぽい雰囲気を満喫してたのに、それどころじゃなさそうだね。とにかく私は周囲への警戒を強めよう。神団長、ビシッとしててかっこいい。協力感謝する。あ、いた、大魔王。あそこの島にいる。
やっと見つけた。言われた通りクレイ来たよ。ボンボン爆弾の準備、よし早く行こう。あれ、海の真ん中に足場が。確かに何かいるようだな。みんな近づくのはいいが、警戒は緩めないでくれ。おじいちゃん以外のみんなはもう行っちゃったよ。今度こそ信じて、本当に出口を見つけたから。そうか、いいだろう、信じるぞ。わしら全員の全てをお前に託す。
って大人たちが言ってた。見た目は将軍みたいだね。将軍、話してくれるかな。取ってきた花をあげるからダメかな。君のことを仲間じゃないってお母さんは言ってるけど、君は僕たちを守ってくれた。そうだよね、将軍。あ、そういえば喋れないんだったね。将軍と同じで、僕たちの故郷も遠いところにあるってお母さんが言ってた。遠すぎてどこにあるかわからないくらい。将軍、君も家に帰りたい？みんな、気をつけろ。なんだ？背の高い人間？見た目は人間っぽいけど、なんだか違うような。ドド大魔王、クレイが会いに来たよ。審判していいから。審判だな。さあ、クレイを審判していいよ。おいおい、何言ってんだ。大方、言葉の意味をちゃんと理解していないのだろう。ねえ大魔王、どうして返事してくれないの？クレイが遅くて怒ったのかな。あのね、ごめんなさい。今度は謝ってる。クレイってば、何考えてるのかな。大魔王！クレイが来たのに何の反応もないね。人型のからくりのようだ。反応がないのを見るに、おそらく壊れているのだろう。前に見たことあるの？あくまで推測に過ぎないが、服装を見た限り稲妻から漂流したもののように見える。稲妻だって？すっごく遠いとこじゃないか。ああ、ここは独立した海域だ。どの国にも属していない。この海にとってこのカラクリは異邦人と言えるな。しかし、今の稲妻の現状でこういったことが起きるものなのだろうか。動くことのない異邦人、変だな。誰かがここまで持ってきたのかな。大魔王、動かないの？クレ、大魔王は疲れているのかもしれない。そう、寝ちゃったんだ。クレイがなかなか来ないから待ちくたびれて居眠りしちゃったんだろう、きっと。そうだよクレイ、今はとりあえず他のところで遊ぼう。大魔王が起きたらまた戻ってこようね。本当？本当だよ、大丈夫だから。あ、クレイ気づいちゃった。これは本物の大魔王じゃない。本物の大魔王はまた別のどこかにいるんだ。そうだな。クレイ諦めないよ。待ってて大魔王、絶対見つけてみせるんだから。また走って行っちゃった。はあ、子供は元気だな。ちょっと待ってよクレイ。栄誉騎士、これを見て。これ積み重ねられた石と、それに小さなお花。この感じ、誰かを祀ってるみたいだね。
急に褒められると照れちゃうな。でもこの辺りにあるのはあの稲妻のからくりだけだぞ。まさかそれを祀ってるのかな。そうかもしれない。あのからくりは何か人のためになることをしたのかもしれない。私たちが目にしたこれらはこの海域に人が存在したことを意味する。しかしこれだけではどのような文明であったかは判断できない。それにここに来るまで人間もその墓らしきものも見ていない。神団長、クレ、あっちを見てきていい？構わないが気をつけるんだぞ。うん。クレはまだ子供だから危機感に欠けている。旅人、私たちは冷静に現状を捉えよう。正直言うと最初に手紙を見た時はただのいたずらかと思った。オイラたちもだ。私もだよ。でも子供にこんないたずらする人いるのかな。この島の存在を知っているのはほんの一握りだろう。その上あのような精巧なからくりまで用意している。これはいたずらではなく長いこと計画をしてきた罠なのかもしれない。油断しないようにしよう。バーバラお姉ちゃん。クレー、どうしたの？大魔王、クレーに会いたくないのかな。どうして？だってドドコはクレーが好き、クレーもドドコが好き。クレーとドドコを引き裂けないって分かったから大魔王が出てこないのかも。ふぅ、クレー、トドコと離れ離れになるのが怖い。お、クレー、ほら、これを見て。パドルどうだ。お姉、神団長から聞いたんだ。クレー、ずっとパドル同祭に参加したかったんだって。うん、クレー、パドル同祭に参加したい。これは私がクレーのために作ったパドル道。クレーが望むなら毎日がバトル同祭だよ。やったー。だから元気出して。大魔王に会ったらドドコとクレーが一緒にいれるよう私たちが説得するから。うん、わかった。任せろ、きっと見つけてみせるからな。どこをどう探したらいいかはわからないけど、とにかく見つかるさ。うん、まずはこの辺りをしっかり探索してみようぜ。
交代だ。こんなとこで居眠りするでない。風邪をひくぞ。それで状況はどうだ。どうして寝てたんだ。あ、安心してくれ、満潮の気配はない。風と共に去れ。
ってた。
いざ勝負！封刃！せよ！いざ勝負！
あたりの遺跡はすっげえな。でも、なんで全部逆さまなんだ？それはわからぬ。何せ古くからこの土地にあるものだ。わしらの先祖よりもずっと昔からの。ここの石材を各島に運んで建築材料として使っているんじゃ。諦めて。許さない。ここ。安全距離確認。
そこ。ここに閉じ込められてただと？こんな荒れ果てた島に？閉じ込められたわけじゃない。生きるためにはこうするしかなかったんじゃ。ここからは誰も出られん。マジかよ。まさか俺らもここから一生脱出できないってことか？いや、それは全く違うな。いいか、外の世界はすっげえでかいんだ。モンド、リーウェ、そして稲妻、それらの国々と比べるとこんな群島なんかちっぽけなものさ。リーウェ？ああ、もういい。果実でも食いながら死ぬのを待つしかないのか。
ってた。はあ、
コーマは。ミュージック。
はもう片方だ。まったく、官兵とのやり取りに費やした時間が台無しだ。苦労して持ち出した財宝もなくしたし、船も壊れた。ジャノメの旦那に知られたらただじゃ済まないだろうな。手元にあるのはこのくぐつぶしのみ。こいつも俺らもここから脱出することはできないだろうな。君のことを仲間はあ、いや、このおいおい、早く殺しまう。
波の導きに沿ってこの方向へと、うん、そして強い風が吹いてくれれば大丈夫だ。この季節は月が昇ると風向きが特殊な変わり方をするんだよ。何？本当か？うん、この海域の風向きは全部把握してるよ。はい、はっ、よい。ここ数年、満潮時の水位が高くなってきておる。生活する場所が海面の上昇でなくなりそうじゃ。このまま行ったら、荷物をまとめて家族と共に高所へ居を移すしかないわい。お母さん。どうしたんだい？海面が上がってきたから、とりあえずみんなを高いところへ避難させたわ。カホは家族を優先したから持ってくる余裕がなかった。ごめんなさい。カホは島の中央に残されてるわ。もし水が引いたら、もしくは外から人が来れば見つけてくれるかもしれない。あらかじめここに漁網を仕掛け引き潮まで待つ。すると通りがかった魚が自分から捕まりに来るんじゃ。おお、すごいね。ほっほ、先祖の知恵は計り知れぬ。Thank you.
だか島がうなり出した。満潮が来る合図じゃ。早く頂上へ避難せい。こっちだ。この塔を使って上へ登れ。騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。
ジック。万が一のためにこの代々伝わる家宝をあなたに託すわ。私のばあちゃんによるとこの家宝は遠い故郷から来たものよ。お母さんは幼い頃に故郷を離れたからはっきりとは覚えていないの。多分この童話がこの故郷のすべてを歌っているのかもしれないわ。無人の森に道二本。せ。10年前の今日、わしらの乗った客船が海難事故に遭い、漂着した島に閉じ込められた。今日は大切な日じゃ。ばあやから渡すものがある。これはわしらの故郷に代々伝わるものじゃ。大事に持っておけ。なくすんでないぞ。ばあやが教えた童謡もきちんと覚えといておくれ。いつえの山の隠れ里。
いざ勝負。はなんだなん、へいへい、すっと、風神、みんなを守るからね。もうおしまいだ。よりによって赤穂峠の親分が大事にしていた船を俺たちに任せてもらったばかりなのに沈没させちまった。金とお宝も全部なくした。罰だ、罰が当たったんだ。あんなクグツ武士盗むんじゃなかった。もう俺たちは黙れ。赤穂の親分の船だ。何が何でも元通りに直してやる。
いざ勝負。よいしょ。ヒルチャール、 どうしてこんなところに。おい、何をする。誰か助けてくれ。
弾けだ。ボンボン爆弾。やっ。ミュージック。剣に誓う。消えるんだ。あとは風に乗って船を進めればいいはずだ。
万が一ここすもうし波の道君の言ったyou
いざ勝負。トントンが俺の帰りを待っている。どうするべきか。会いたいよトントン。ちゃんとご飯を食べてるかな。
くれたのか。命の恩人よ、ありがとう。トントンが…おい、聞こえたか？
Thank you.
あの岩礁は一体どういうことだ。よく見てごらん。ただの霧の中の幻影だよ。そうか、もしかして蜃気楼。蜃気楼？あの岩礁は…
ってた。はっ。聞いてくれよ。この海域の霧は規則性があるようだ。朝から晩までそれぞれの場所に立ち込めている霧がだんだんと変化してる。もし俺の考えが正しければ、群島から逃げる出口はどこかの霧に潜んでいるはずだ。それが見つかれば船でみんなを外へ連れて行ける。本当に？早く探してみようよ。聞いてくれよ。Thank you.
行動するのだ。ここにとどまっているわけにはいかない。Thank you.
今日は固定方向への運行を試したけど、
どうしても出発地点に戻ってしまう。原因はわからない。言ったでしょ、何年もここにいるんだから。思いつく方法はとっくに試したわよ。お前ら島の住民は素人だ。航海の問題は名の知れた俺たち稲妻海賊の専門分野さ。俺たち専門家の意見に従うのが得策ってもんだろ。群島で遭難した専門家に聞けっていうの？Thank you.